岸田総理による内閣改造、高市早苗衆議院議員が再び入閣へ、この狙いはどこにあるのか解説します。はい、こんばんは。参議院議員の音喜多駿です。チャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願いします。8月の10日にこちら収録をしております。今日ですね、岸田内閣総理大臣が新しい人事を発表いたしまして、いわゆる内閣改造が行われたわけで、かなり大幅にですね、この大臣たちのメンツが変わったわけでございます。初入閣のメンバーも9名ですかね、いらっしゃって、フレッシュな小倉政信さんなんかね、41歳で私とちょっと、少し上ですけど、同世代の方々なども入閣していて、ちょっと刺激になるなというふうにいろいろ思っているわけでございますけども、この内閣改造のメンバーや狙いについていろいろとですね、思うところあるんですが、全部ちょっと一回にお話しするのは難しいので、少しずつポイントをこう分けて、何回かこの動画で分けていきたいな、なんて考えてるんですが、今日は、高市早苗さんについてお話したいと思います。私が今回、多くの方も注目していたのは、高市早苗議員が、どうなるかと、現在政調会長、自民党の政調会長である高市早苗さんをどう処遇するのかというところに一つの注目が集まっていたわけですね。というのも、高市早苗さんは、亡くなられた安倍晋三、元総理大臣が目をかけていた秘蔵っ子の一人でもあり、そして将来的には、岸田内閣総理大臣のライバルにもなりうる。そしてこの今自民党内でかなり活発に、いろんな発言、異論も含めて、異論反論も含めてですね、かなり活発な発言活動をしている。この高市早苗さんをどう処遇するのか、あるいは遠ざけるのかというところで、こう注目が集まっていた。で、私も同じ政調会長で、テレビ討論番組等々でもご一緒するカウンターパートとして、彼女がこのまま留任するのか、それとも別のポジションに行くのかということはですね、注意深く、見ていたわけですけども、結論から申し上げると再び閣内に戻ったということで、経済安保担当大臣になると、経済安保担当省になるということになりました。で、これはね、結論から言うと極めて巧妙だと、うまい一手だなというふうに思います。で、まず高市早苗さんは入閣するので、大臣になるということですから、これは当然断る理由もないですし、おめでとうございますという話になるし、で、経済安保、経済安全保障という分野は、高市早苗さんが、ライフワークというかな、かなり注力していた政策分野の一つで、対中国とかですね、この対海外、いわゆる高市さんはタカ派ですから、これどう対応していくかというところで、高市早苗さんが強く政治的な主張をしてきた分野であるので、そこのポジションを与えるということは、高市早苗さんにとっても、受けやすい、やりがいがある分野でもありますし、で、この今自民党に対して、不満を持っている支援者の方々、特に高市早苗さんの周りの支援者の方々は、このポジションだったら、高市早苗さんの主張が結構取り入れられるんじゃないかとか、高市早苗さんだったらやってくれるんじゃないかということで、納得できる人事ということで、対外的には完結していると。一方で、冒頭に申し上げたように、高市早苗さんというのは将来的には岸田内閣総理大臣のライバルになる。次の総裁選などでまた再び出馬してきて、このしのぎを削るかもしれない。そういう相手なわけですよね。じゃあこの彼女をどう封じ込めるのかという目線で考えたときに、この閣内に入れてしまって、閣僚になると、これまでのように高市早苗さんは自由な発言というのはできなくなります。もう政府の政策がどうだということを、高市さんは異論反論というのもこれまで自民党の政調会長立場である程度自由に動けるというか、政府に比べれば自由に動ける立場から異論反論を言ってきたわけですけども、閣内に入ればこれは何か、内閣総理大臣の岸田さんの方針に対して異を公然と唱えるということは、閣内不一致になってしまいますから、これはもうできない、ということになりますので、この自由な言論というのは制限される。しかも、このポストもですね、確かに入閣なんですけども、これまで総務大臣など、いわゆる重量級のポストをやってきた高市さんに、これらキャリアから比べれば、今回経済安保担当省というのは、直系の、部下もいないですしね、総務省の、総務大臣だったら総務省、経済大臣だったら経産省、というふうに、省庁を持ってるわけですけども、経済安保担当省は下に直轄の省庁があるわけでもないですし、そういう意味では人員もいない、人事権もあまりない、予算もそれほど多くない、というところで、軽量級のポストなわけですよね。こういうポストをうまく与えてですね、でも入閣だからおめでとうということで、うまくこう内部に取り込んで、異論反論を封じ込めて、高市さんの影響力を少なくする、高市さんの露出を、少なくする、という意味で、この岸田さんはうまくですね、自分のライバルを抑え込んだと、潰したとまでは言わないですけども、うまく抑え込んで、味方に取り入れた。という見方もできるわけですよね。ということで、この岸田さんというのは、本当にこの総理になる前の下馬評では、リーダーシップもないし、目立たないし、すぐ短命の内閣終わるんじゃないかというふうに言われてましたけども、こう考え、言って言って打つ手がですね、なかなか考えられていて、それは国民のためになるかどうかっていう、そことは置いておくと、さておくとして、そこは私も全然評価していませんけども、こういう人事とかですね、政策打ち出し方において、かなりこの国民に対して支援者がどう見えるか、
ということと、そして自分のポジションをどうこの保ち、そして高めていくかということについて、まあ、極めて巧妙に頭が回る方で、うまい手を打ってくるなと、まあ、そういう印象を、まあ、改めて強くした、ところであります。あと一点申し上げると、その、じゃあ、高橋さんが抜けた政調会長の、穴というか、政調会長のポジションには、萩生田さんが、今回は、配属される。萩生田さんが任命される。ということで、萩生田さんは経産大臣をやりたがってた、継続したがってたわけですけども、これ逆に自民党内に戻されてしまったと、まあ、いうことで、まあ、安倍派の重鎮でもある萩生田さんに党内まとめてほしいというような意図もあったんだと思いますけども、なかなかこれもね、すごい決断力だなと。で、萩生田さんは直近の記者会見で、私は骨格、まあ、骨格は変えないと岸田さんが言ったわけですが、私は骨格じゃないのかとか言ってみたり、継続が望ましいということを、かなりあからさまに言って、留任をしたいというアピールをしたわけですけども、まあ、これは、叶わなかった。ここは押し切ったと。そして萩生田さん、今日の記者会見でもなかなかユニークなことを言ってまして、総裁に倣って聞く力を発揮し、時には聞かない力も発揮しながら方向性を決めていくということを言っていて、これあれですよね、多分岸田さんに対するちょっと嫌味というかカウンターパンチも入ってるのかななんて私は思ったんですけども、総理総裁、岸田さんは聞く力があるけども、時に総理総裁も聞かないですよねと。私がもう残りたいって言ったことは聞かなかったと、まあ、こういう聞かない力っていうのも時に私も発揮して頑張っていきたいということで、まあチクチク嫌味というかな、カウンターパンチを話しながら萩生田さんが政調会長を務めていくということで、まあ、今後私がテレビ討論番組等々で、まあ私が政調会長を継続することになればですけどね、カウンターパートは萩生田、議員と衆議院議員ということになりますので、まあ、相手にとって不足なしということで、しっかりと政策論争を戦わせていきたいというふうに思っておりますので、よろしくチャンネル登録と、今後も引き続きのご指導ご鞭撻と、よろしくチャンネル登録や、高評価、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら。